皆さん、風景印ってご存知ですか？風景印とは、日本全国の名所などを描いた日付印のことで、郵便局によって様々なデザインが施されています。長崎県内446箇所ある郵便局のうち、風景印を扱っているのは128箇所。今回のシリーズでは、その128箇所すべての郵便局で風景印を押してもらい、デザインされている場所を巡っていきます。壱岐市内を走行してますが、続いてはどちらの郵便局に？郷之浦郵便局に向かっております。郷之浦、はい、いわゆる壱岐市の中心部ですからね。壱岐、はいはい、まあ、といえばみたいなやつがあるんですか？といえば、まあまあ、郷之浦港自体も、まあ、メインといえばメインなので、はい、やっぱり港の風景とか、そういう漁船群とか、そういうのかな。あと焼酎かなんか乗ってたりして。おー、壱岐の焼酎、確かに焼酎有名ですもんね、壱岐は。一升瓶かなんかが風景にデザインされてるのちょっと考えられるな。やっぱなんか建物が大きい、いろいろと、はい、なんかすごいこの町。結構ここは平地じゃないんですね。結構山っていうか谷合いに広がっている町ですね。うんうん、いや、このあらあら、なんか提灯までぶら下がってる。やっぱこう、壱岐の中心街、本町っていうだけあって、やっぱメインストリートですよ。ショッピングストリート、ちょっと賑やか、賑やかですね、街並みが。で、正面のお土産屋さんの看板の隣に郵便局がありました。おお、ありましたね。この裏郵便局、あ、本当に港のそば、賑やかだわ。そうですね。で、賑やかなこの町の中心地にあるのが、はい、郷之浦郵便局。早速押してきます。はい、お願いします。こんにちは、風景印を押してください。はいはいはい、はい、郷之浦郵便局ですね。はい、面白いですよ。猿岩とか、はいはい、ね、名産の御凧、そして連絡船が施されています。ああ、猿の岩ってことですかね。なんか近くにあるみたいなんで、はい、そこもちょっと行きたいと思います。72個目の風景印は、壱岐市にある郷之浦郵便局の猿岩、御凧、連絡船です。郷之浦はどんな町ですか？郷之浦って言ったら、やっぱりここ壱岐の、やっぱり、はい、中心地になりますし、はい、今でいうとこの壱岐市役所とか官庁街もたくさんあります、はい、まあ、このもう少しね、下がったところに港があるみたいですけども、はい、いわゆるここの壱岐の表玄関と言われる場所ですので、うんうん、まあ、船なんかもたくさん入るので、こうやってね、旅館とかたくさんの商店街があって、昔から賑わってる町ですよね。御凧、御凧、なんか名産品みたいなんで、はいはい、お土産屋さんなんかで売ってあるんじゃないかな。ここお土産の文字が見えますね。ちょっと行ってみましょうか。御凧を探して目の前にありましたね。あー、これが御凧ですかね。大きいですよね。これなんかどういう意味があるんですか？これは昔、壱岐は鬼ヶ島って言って、鬼が住んでたらしくて、うん、そして、まあ、百合若大臣っていう武士の方が鬼退治に来て、はい、そしてその大将にの鬼の首をはねたところが、百合若大臣の兜のに噛みついたっていうところをあしらってあるみたいですね。桃太郎の伝説みたいな。そうです、鬼ヶ島だったんですね。お店の開店祝いにあげられたり、新築祝いにあげられたり、魔除けですね。やっぱデザインが赤鬼だったりね、はい、青鬼、あ、これ隠し人によって少しずつ表現が変わってくるんですね。いいですね。 ありがとうございます。これで御凧完了です。はい、御凧が、お土産屋さん吉田商店で販売されてますと。いやー、御凧すぐ郵便局のはい、お隣のお土産屋さんがあってよかったんですね。すごい簡単でしたけど、でもね、すごい迫力ありましたね、うん、もう橋の欄干が御凧ですよ。すごいですね。もうこれだけここの町の文化っていうんですかね、至る所に御凧があるということですね。
あら、なんかまたモニュメントが立ってるな。これってもしかして、はい、先ほど説明があった百合若大臣が鬼を征伐してる様子なんだ。すごいですね。やっぱそんだけ町に慣れ親しんでるんですね。やっぱここ鬼の島だっていう話は先ほどのね、はい、お店の方吉田さんが言われてましたけども、さすがやっぱりこの地域鬼も鬼の文化鬼なんですね。おお、なんかでかい橋がかかってるよ。わあ、すごい。すごいよ。これがいわゆる郷の浦港。あ、船が止まってますね。ここがやっぱりメインの港になるっていうのは、ここほら入り江が深いから、はいはい、港にするにはぴったりなんでしょう。ああ、なるほど。うん、あそこのやっぱり引導寺はあの南側に、はい、開きすぎてるから船をゆっくり止めるには難しいけど、ここはやっぱ奥までほら入り江が入ってるから、はい、港の中心地になったのかなっていうのは、なんか地形でも分かりますよね。連絡船のちょっとほらそこほら船着き場ですから、はい、あれ今思ったんですけど、はい、全部寒いわ確かにこれじゃまずいな。逆に息の人に怒られちゃうので、そうですね、せっかくだからもうこれはこれで広助さん行きたいですね。あと連絡船ってことで今ちょうど船が止まってます。はい、郷の浦港の方に来ましたけども、はい、連絡船っていうのは昔はその飛行機とかね、そういうない時代に本土と結んでいた船を皆さん連絡船って言ってたそうです。はい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 、で今はもうフェリーとか言い方しますが、はい、まあちょうどたまたま郷の浦のとこに船が止まってますから、まあこれをまあ連絡船ということで、はい、よろしいでしょうかね。はい、じゃあこちらが連絡船の代わりの船と。壱岐市の郷の浦から出てますよ。いいですね。大島、長島、原島、渡良浦ですかね、郷の浦港から出てます。この近隣の、まあ、島に行く、それこそ本当に連絡船なんでしょうけども、こういう 船でまた行ってみたいなと思います。さあ、猿岩、あとは猿岩行きます。さあ、広瀬さん、はい、壱岐市の猿岩を目指して。そうなんですよ、はい、結構郷の浦からは10分15分ぐらいですかね、はい、走ってますね。結構離れてるんで、はい、海のところにこうねそびえ立った断崖絶壁っていうようなイメージなので、はい、やっぱりちょっと海に近寄らないといけないんですけど、ずっと今山っていうよりもなんか畑道をずっと行ってるんですよね。あるのかな。あ、看板が出てきましたよ。やっぱこっちなんだ。道間違ってたんじゃないかなと思ったけど、猿岩、はい、まっすぐですね。ゴリラじゃダメなのか。ゴリラ、うん、もうそこはやっぱ猿なんでしょうね。猿なんでしょうね。開けてきましたね、猿岩。うわー、すごい。これ、名所になるの分かる。びっくりした。びっくりした。もうすごいですよ。はい、もう何これ。この感動は来た人しかわからないんですけども、はい、今日は特別に、はい、どうぞ。これが猿屋です。ちょっと何これ。猿ですすごいですね。驚きの猿です。これはちょっと映像じゃ伝わらないかな。あ、本当に見たら、あ、驚き、もう声出しちゃいますもん。本当、まあ、武家院郷の浦郵便局の猿岩、はい、いやこれは来ないとダメですね。行きに来たら絶対皆さんもここ遊びに来てください、はい、これは絶対見るべきです ね。これ近くまで行けるのかな。ちょっと行ってみたいな。行ってみますか。ちょっと行ってみよう。あれ、あ、ちょっと違うんだな。ほうほうほう。あ、でもなんかライオンみたい。ここあ、ここから見るとですね、ライオンじゃん。よくあれを猿と見たよな。すごいです。猿岩のこの側面、もう猿じゃないです。そうですね。うわー、すっげー。近くからお気をつけくださいね、はい、おー、すごいですよ。うわ、猿岩って玄武岩でできた岩ってことで聞いてます、はい、この岩はあんまり火山的な要素が少なくて、はい、隆起したり、はい、そういう形で出来上がった石というふうに聞いてますけどね。ほうほうほう。ちょっとこう長崎の方じゃ見ないような岩の質っていうか成り立ちみたいですけどね。でもね、これがね大陸からいろんなね、まあ原稿もそうなんでしょうけども、
大陸とつながった壱岐の歴史ね、いろいろこの辺でドラマが広がったんでしょうね。郷の浦郵便局は終わりです。はい、お疲れ様でした。ということで、72個目の風景印は郷の浦郵便局の猿岩、御凧、連絡船でした。